加賀友禅は日本の着物の染色技法である友禅の一つ。その名の通り、加賀国の経済産業大臣指定伝統的工芸品で現在も金沢市を中心に製作、販売されている。源流は室町時代に加賀国で行われていた無地の梅染めにある。江戸時代中期に加賀藩にて栄えた加賀五国染めをもとに、 慶友禅の創始者と言われる絵師の宮崎友禅祭が晩年、金沢の加賀藩御用荒野胸取りであった太郎太屋に身を寄せ、加賀五国染めに大胆な衣装を持ち込んで確立した染色技法と、その作品が現在まで続く加賀友禅である。加賀五祭と呼ばれる遠礼な色彩で知られ、特に紅、ない紫、緑系統の色を多用する。柄は、 図案町の経由禅に対して草、花、鳥等の絵画町のものが多く、自然描写を重んじる中から、虫食い等独自の装飾が生まれた。ぼかしも経由禅以上に多様される傾向にある。金沢市内を流れる浅野川では、皇帝の最後の方に余分な糊や染料を洗い流す友禅流しが見られることがある。加賀友禅は、金沢の観光資源にもなっており、 作品の見学や購入、絵付け体験、試着などができる施設がある。加賀友禅会館代表的な加賀友禅会館は、加賀友禅を体験してもらうために設置された。地図加賀友禅の展示や、友禅小物の販売、着用体験などを行っている。着用体験では、着物姿で、剣毒園や、東茶屋街を散策可能である。このほか。 加賀ゆ然工房長町ゆ然館など、見学などを受け入れている染め元の施設や、工房もある。山本明、梅染め再び最多公職名時期に途絶えた、古代の和差試行錯誤繰り返し復活、日本経済新聞長官2018年1月29日2018年5月20日、閲覧。加賀ゆ然、歴史と特徴。金沢百万国祭りの一環として、浅野川で、 加賀友禅道路流しが行われる。流すのは染め物でなく、灯籠である。加賀友禅着用体験。加賀染め振興協会。2017年8月26日閲覧。ありがとうございます。